フェアウェイは、かつて、東日本旅客鉄道が、新宿駅黒磯駅間を、山手線、東北本線経由で運行していた、臨時快速列車である。1987年9月、快速列車、ムーンナイトで使用されていた165系電車の、前運用として、新宿黒磯間で毎日運転される、全車指定席の定期快速列車として、運転を開始した。 しかし、東北新幹線との兼ね合いもあり、1993年には、度休日中心に運行される、臨時列車に格下げされた。当列車の列車名は、沿線のゴルフ場に向かう利用者に公的であることをイメージして命名されたものであり、停車駅の中に、同じ宇都宮線の快速、ラビットや、通勤快速、湘南新宿ラインの快速が停車しない栗橋が、含まれているのは、 ゴルフ場へのアクセスが目的とされる、新宿発6時台、黒磯発17時台の一往復の運行であった。165系時代は、東北本線の直流区間北限である、黒磯駅までしか運転できなかったが、高直流電車である485系への置き換えに伴って、交流区間への直通が可能となり、2003年以降は、 夏の観光シーズン及び冬のスキーシーズンを中心とした特定日に、郡山駅や合津若松駅まで延長運転されることもあった。165系時代のフェアウェイ3000番台 R27 編成によるダイソー運行開始当初は165系が使用されていたが、本来の運用であるムーンライト越後の使用車両変更に合わせて、 本列車も485系による運用に変更された。これに伴って、クリーン車が設定されている。485系は、新潟車両センター所属の485系、K1、K2 編成による運行が基本であったが、ATSP と車内現行装置を装備した T18 編成や3000番台の R26、R27 編成で代走する場合もあった。 2007年3月18日以降は全席禁煙となった。ありがとうございます。